こんにちは。こんにちは。今回ですね、佐賀県の PR ということでですね、はい、我々がいつも釣りで動画出しているところ、はい、まあ、佐賀県の北部の方であったり、まあ、有明海であったり、さらに佐賀県って結構位置的に良かった時あってさ、隣が長崎、こっちは福岡、で下は熊本というふうになってるわけですよ。で釣りしようと思っても遊びに行こうと思ってもちょうどいい立地条件にあるわけですね。釣りも釣りで佐賀県の場合上の方ではそのイカとかアジとか、はい、ね、ちょっと渡ればまた青物も10キロ級とかいろいろ狙えるような島もあるわけで、限界灘が広がってますね。限界灘がね、南の方行けば有明海、はい、干満の差が6メートルもある、あの徳地寺の大好きな有明海、すごい、ちょっと行けばそういう風にあると、ほんと2時間圏内に凝縮されてるよね。ほんとですよね、全方位にあって考えておこうね。そうですね、海もいっぱいあって、もう都会の方も自然もあって、都会もあってね、うん、今回はね、うん、玄界灘の望む呼子、うん、はい、っていうところでイカ、我々のいつも食ってるイカですよ、うんうん、あのイカを3分で生きたまま冷凍するキャスイカというのが売られている大量戦果に行ってきました。次回は居酒屋ごっこでゲストを招いて、はい、そのイカをねドッキリするという。そうですね、うん、キャスイカ、そういや、まさかその、うん、釣ってきたんだと思うようなですね、うん、綺麗なイカ、どんなイカなのか、はい、ちょっとご覧ください、はい、では、はい、行ってまいりました。なんですかね、これ VTR スタートでもたりましたけど、うーん、行ってきました、行ってきました。はい、ほら、はい、温泉もあっけない、隣には温泉ありますからね。そして旅館もあっけんね、この辺なんでもありますね。そして、バーベキューもでかけんね。はい、嫌いのね、これ地元なのでとかこういう書き方。330円ってそれすごくないですか、あれ。行き検査機械って言ってる。行き検査機械っすよね。すごいな。全部同じイカ。イカですね、これ。目隠しかな。イカ店って書いてある。ユウちゃんあそこに。この建物のヒントは、多分このイカ店だけと。ここじゃないですか。こっち。ここ。ここから帰るんですよ。ここ終了が、なるほど。あ、よっ、もうイカ激推しだね、ほら。それはイカの町ですから、ね、イカシューマイ5個400円イカ店とかね。ほら見てみて、ここ、これがバーベキュー場。ここでじゃあ買って、買ってですね、食べていいんだ。あ、いいね、ほら見て、ほら家族で空気最高やね、これ。楽しそうですね。うんうん、行き検査結果とかも買ってここで食べれるんですか。ああ、そうよ、すごいな。刺身でも食っておかるしね。おおおおおお、市場っぽいっすよ、見て、ほら、どうもどうも、ありがとうございます。うわ、サザエとか買われてたよ、ほらサザエ、カキも、カキ、あ、太かこれ、とかね、イワシも美味しい、イワシも美味しい。でもよっかいよね、こうやって先生のさ、とか話買って、はい、これそのまま買ったら向こうで食べたことですか。あ、そして、この辺は焼く魚は、うん、無料で調理します。バーベキューで切ったり、刺身だけ、小さいとこ100円はは、あとは200円とか、大きさによってから300円。刺身まで切ってくれるんですか。ちゃんと、はい、トレーと、うん、大根の剣とか海藻とかいるもんですから、うん、その分だけいただいて、なるほど、はい、今が旬です。こう行かっちゃう、ギャンしておったよね。あ、今動かんとですよ、そこは、うわ、あ、剣先かな、あ、青りだ、あ、青りですか、やっぱりベタってしちゃうね、赤ちゃん。おお、いっぱい。ガラ、こわっ。ほらほら、来てほら、俺、上に上がってきよ。よしよしよし。ここに上がってきよ、この。ほんとだ。寄ってきよ。餌もらえると思う。ああ、そうかもね。ほら、これ緑かと何ですか、これ。これがだん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 変わってきてる。あ、こっぱおる。いっぱいおる、ぎっちり。美味しそうだな。これ250円、これだ、これ。これ250円、はい。焼いてお菓子、生で、刺身でも買ってきよ。刺身でも美味しいね、これ。柔らかくて美味しい。そうね。いいね。うわ、美味しそう、これ食べて。ねえ。こういか。ササイカ、このササイカちゃんたちが水の中にどうなってるのか見てみよう。行くぞ。もうまず上からの映像。カラーの、もう冷たいぞ、水の中。どうなってる、横からの映像。冷たいぞ。どうすか、これ。イカの映像、どうすか、これ。寄ってきたぞ、なんか餌と思ってる。あいつは檻だ。こいつは檻やろ。ほらほら、寄ってきよ、こいつ。あ、なんか慣れてる。あ、森はやっぱ違うね、一人だけ泳ぎ方の。ちょっとこいつだけ違うね、寄り方の。あの足のドーンってして、ほら。あ、もうやる気ないし、うん、うん、あいつはちょっとじわーってなんか遠くから見よう。あ、でこいつらはどうなんだ。あ、冷たいな、水。海の水こんな状態だろね、今。冷たい。はい、こんな感じ。
これバーベキュー用なんだ。バーベキュー用。バーベキュー用。もっといっぱいあるらしい。ああ。もうここで買って持ってって食べれるってやつ。あ、これ料金付きますね。ちょっとね、それか、はい、アラビと佐川と言ったらイカ、はい、美味しいイカあるよね。イカ美味しいでしょ。イカね、我々イカ食べてきたでしょ、はい、釣ったものがうまかって言ったでしょ、はい、でもさ、釣ったものってそこで神経締めして持ち帰っても、はい、30分から1時間から2時間からロスあったよ、はい、そのイカが瞬間冷凍されてると。ほうですね。そうです、生きたままそのままです。生きたままそのまま、生きたまますぐ、だいたい冷凍になるまでに3分で終わります。3分、はい、すごい。そのイカをね、あの、はい、キャスイカってどうですよね。キャスイカ、セルアライブシステム、はい、システムですか、はい、ああまあ、キャスブレットあります。あ、あるんですキャスイカ、キャスイカ、はい、すごかよ。全国で食べる。で、他の魚もね、冷凍できるって。あ、要は、自宅でも釣ったもの以上のイカが食べれるかもしれないっていう時代なんですよ。なるほど。もう3分、たった3分で3分、はい、冷凍できるから、鮮度そのままで、そう、自宅に持って帰れる。キャスは見せてもらってます。音声です。あ、音声です。こっちも音声。そうか、もうちょっと僕が。キャスイカ。はい。早速見ておきますか。あ、どうぞどうぞ。こんな感じなんですよね。あります。なるほど。あ、こんなんか。うわ。え、ほら。あ、こいつもうこい。あ、なるほど。うん、そういうこいつは、こいつは3分後にはこうなっとったわけですね。はい。もうあの、うん。三分前は生きとったけど、こいつの時間は。あ、まあ三分で凍らされて。そうそう。だけどここにあるけど。キャッチフレーズ、はい、3分前まで生きてたそういうことやろ、だって、まあ、まあそうですよね。こいつの時間3分前止まっとったよそうですね。そこからストップストップ、だって細胞も死なんてやけんさ、はい、で、しかも普通に冷凍しとき3年は大丈夫。3年は大丈夫ですね。あ、3年も大丈夫なんですか。はい、あ、ちなみにこのイカどうやって解凍でしょ。今からいいですか、はい、しましょうか。お願いします。あ、解凍方法、解凍方法あります。もうここに解凍方法全部書いてあるんですけど、はい、これを流水でそのまま透明に戻ります。透明に、はい、3分前で時間が止まったいかのここの人よ、ね、いや考え方したけどさ、ほら冷凍してこう未来に行くとかになったよ。そうですね。じゃあタイムスリップみたいな。じゃあ3年持つってことはもう3年後にもう一回溶けてもう一回こうお邪魔します。お邪魔します。はい、さあ、これ流通するだけ、まだ目の黒からね、やっぱね、本当っすね、溶けたら結構するさ、目をさ、綺麗に戻る、戻る、真っ黒戻る。これやっぱり釣ったイカ、やっぱ鮮度良かったやつ、やっぱ。解凍は何分ですか。大体、今冬場だから、夏だから5分から8分でいいんですよ。ほうほうほう。ちょっと10分ぐらいかかる。あ、10分や、なるほど、はい、いいね、すごいですね。もう切ってあるんですか。はい。じゃあさ、おいたちが師匠、卵の黄身とかよ、これもうそのまま溶かして、もう昼飯の前に10分流通しとって、ガスって飯の上に乗っけて、卵の黄身乗っけて、あのめんつゆでもかけてさ、めんつゆかけてね、もう食べるばっかりおかしいってみんな言われて、これ状態やったら送りたかもんだって。さすが調理専門ランギー、昨日とかかなと思うもんね、送る側としては、送る側としてはですね、それで出禁しちゃうかなって思うもん。切るだけって言ってもですね、一回切ったことないと分かんないですもんね。よかった、ちょうどもう送りた人たちのおっしゃっけんね、はい、ぜひ送りましょう、うん、はい、ちょっと頑張ってみます。これどうしたらいいですか、これ。これちょっと名人に言葉を持ってます。いや、バーベキューかって、これ1個250円って安かった。そんなことない、絶対うまった、めっちゃ元気な顔に行ったな。250円。あ、なんか面白い、渡されそうになったけど、どうしたらいいんだろうっていうね。これ、はい、ありがとうございます。これ、どうします、袋に入れてもらえればありがとうございます。50円でこれで十分ば。あ、溶けた、はい、おー、溶ける前と溶けた後の違い、あー、全然違うね、みたいな、はい、透明だ、やっぱほら、透き通っと、あ、本当だ、しかもちゃんと切られとっけんね、これ。これですね、実際中がどうなのかは、はい、居酒屋ごっこでお楽しみください。楽しみでね、はい、3分前まで来てたやつですよ。一回7のやつだから、これは、なんだこれ、すごい、俺と一回転、どこどこ、この瞬間、こいつの細胞の中にいろんなことが起こっております。これ一回転なさんです、すべて、はい、どうぞ、これ全部のこと、はい、お酒食べたこと、どうぞどうぞ、いただきます。いただきます。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画こちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。